また利金車座鉄道は、今後民主共和国の鉄道路線である。今後川川口近くの河口渡りと、首都でやはり、今後川の河口の近車座を結んでいる。全長は3 6 6トルあり、1898年に開通した。現在は、国営交通公社が運営している。今後では、今後川水系の水運が主要な交通手段となっているが、 マタリとキンシャサの間には、リビングストン滝やインガタキと呼ばれる一連の急流があり、船舶の航行は不可能である。そのため、この鉄道が内陸部と海を結ぶ重要な交通路となっている。コンゴ川の北側のコンゴ共和国領内にも、首都ブラザビルと海港ポアントノワールを結ぶ同様の目的の鉄道がある。改修工事後に撮影された1930年代の 鉄道1880年代、コンゴ自由国の探検と開拓は、コンゴ川水系の水運を利用して進められていたが、マタギとレオポルドビル間の交通は人力に頼っていた。これではあまりに非効率なため、鉄道が建設されることになった。1887年7月31日に、コンゴ商工業会社とコンゴ鉄道会社が設立された。 建設工事は1890年に始まり、アルベルト・タイスの指揮で行われた。路線は、コンゴ川の渓谷を避けるため、シリュンポゾ川沿いの谷とモンドクリスタルの山中を経由している。建設工事では1932人が命を落とした。うち1800人が黒人、132人が白人である。過酷な建設工事の様子は、ジョゼフ・コンラッドの小説。 闇の奥に描かれている。コンラットは当時英国船の船員として、コンゴ自由国にいた。1923年から1931年にかけて、船形改良のため線路の全面的な付け替えが行われた。これに伴い、ベルギー領コンゴとポルトガル領の境界線が変更された。工事には、囚人や強制労働者が動員され、約7000人の死者が出た。 鉄道は今後盆地で産出する造形や天然ゴムの輸送に活用された。ヘンリー・モートン・スタンリーは鉄道がなければ今後は1ペニーの価値もないと評している。この鉄道とマタディの港は現在も近所差から外部への主要な連絡路である。しかし2000年代に始まったマタディ近所差間の道路の改良事業によりその地位が変わる可能性がある。 鉄道は老朽化のため危険な状態にある。2003年11月26日には列車が脱線して川に転落し、公式発表によれば10人が死亡した。現在稼働状態にある機関車は8両のみである。ブランチャート・チャールズ、レレール英ユ・コンゴ・ベルジー、ブリュッセル、1999ブランチャート・チャールズ、レレール英ユ・コンゴ・ベルジー、ブリュッセル、ブランチャート 1993、1999、アンゴ、アンゴ・ズイスビル間の視線を含めれば396キロメートル。ありがとうございます。